ピッピピー、皆さんこんにちは、ちあきちゃん携帯のちあきです。今日はちあきズクッキングです。で、はい、料理する食材はこちらです。はい、カジカ3兄弟。だいたいカジカ釣りましたらね、おつゆでするのが、まあ、ほとんどなんですけど、今回はこちらでおかずを作ります。で、使う材料費としてはこちら、レモンペッパー、レモンチキン、ペッパーチキンです。これね、だいたい本当はね、鶏肉を使うんですけど、カジカシートしたらね、本当ね、肉肉しいんで、こちら合うと思うんで、では作っていきたいと思います。ではレッツクッキング。はい、料理方法としてはぶつ切りにして、下茹でして、皮むいて、あとこちらつけて、味が染み込むまでつけてで焼くだけなんで、まあパパッとパパッとやりますが、はい、パパッと。じゃあ一回ちょっと置いといて、ほぼほぼね顔だからね、内臓取ろう。肝臓、はい、すごい美味しそうな肝臓、これすごいね、いいよ、濃厚で美味しいです。であとはね、ちょっとだいたい出来上がるまでカット。はい、薄切りにしました、こちらね。でこれ見ましたら、レモンペッパーチキン 500g しか作れないんで、でもね、緑の方をね、これ使いたいと思います。で、奥様に伝えたいことがあります。カジカ結構ね、骨硬いですし、ぬめりもあって、包丁ね、力入れて滑って怪我する恐れがあるんで、無理せずね、これキッチンペーパー、これ使ってください。で、奥様が怪我したらね、僕悲しいです。よし、はい、では続いてこちら袋にカジカ入れます。で、続いてレモンペッパーチキン入れます。あ、すごい、レモン、レモンの香りすごい。今日スパイシーになると思う。あ、スパイシー、まあ大丈夫でしょう。はい、じゃあ30分置きます。はい、30分経ったんでカジカ炒めます。で、フライパンもね、もう温まってます。はい、ここお、大きいかな、こうかな。はい、結構焼き目つきました。で、なんだろう、鶏にあってカリカリないもの、それは、はい、肝です。これをこちら入れたら多分濃厚になって美味しいと思います。やってみます。はい、よし、はい、完成しました。はい、できました。こちらレモンペッパーチキンと、こちらカジカ汁です。カジカ汁はね、普通に作っちゃいましたけど、はい、ではいただきます。うん、やっぱ歯応えね、すごい肉っぽい、カジカ火通したら。で、レモンでさっぱり食べれるんですけど、カジカね、なんか中からの
脂身がねちょっとないんで、今日さっぱり感が激しいです。じゃあ続いて、はい、カジカジ類いただきます。カジカジ類はね安定してね美味しい。じゃあ普通に食べます。はい、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。今回カジカをレモンペッパーチキンにしたんですけど、なんか魚自体がね脂っ気ないんで、もしかしたらねもっと脂身のあるなんだろうねサバだからね、他の魚でも結構ねいいと思います。その方がね美味しいかもしれない。で食べてて思ったんですが、カジカあのささみ食べてるような感じがするんで、ささみの美味しい料理をねカジカに転用して作ったらね美味しく食べれるかなと思うんで、今度やってみたいと思います。チャキさん携帯のチャキでした。皆さん動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。